現象説を前に、生姜の街角で売られている俗称灯、土人形の横にろうそく皿がついている形式のもの。色は赤が多い。生姜俗称灯は、中華人民共和国領年賞大連誌の研究し、生姜市一帯に伝わる現象説の伝統民間風俗。満月の夜、自身の監視人形のそばにろうそくを灯して、一年の無病息災を願う。 民末新書の陳関東に寄り総外一帯に流入した三島省の移民が持ち込んだものと言われている。小川特有の風俗で地理的に近い大連や河原坊店、広知覧店、丹東などでは見られない。十五日の夜、江戸のほか、金色の引きがえるや魚など、縁起物、吉祥物にろうそくを灯して、現象説を家族団らんで楽しく過ごす。ろうそくの炎が大きく、 長く燃えるほどその年の運勢が良いとされる。かつては農家の女性の多くがきな粉などで俗小灯を自作していたが、現在は露天市場で既製品を購入する人が多い。2007年大連市非物質文化遺産に登録された。ラオタイ人連続小灯、年期新希望、新郎。2020年5月5日閲覧、生和属小灯主家。 100年不断改め、北新網、2020年5月5日閲覧、ありがとうございます。